東横映画株式会社はかつて存在した日本の映画会社である。東急資本のもとに映画館経営から出発し、第二次世界大戦後にヒューマン州映画協会のメンバーを中心にして、京都、渦政の大英第二撮影所で劇映画を制作した。東映の前身の一社である。1938年6月8日、東京横浜電鉄の工業市会社として設立。 社長は、同電鉄の後藤啓太、資本金は30万円。設立に先立つ同年3月、渋谷に開場した、東横ニュース劇場、同年11月に開場した、五反田東横劇場を経営。1943年、昭和工業、新宿工業、京浜工業を合併して、資本金を50万円に増し、劇場を七冠に増やす。 1944年3月、後藤に代わり浦川敦志が社長に就任。翌1945年、空襲などで全劇場を創出。同年8月15日の終戦を経て、同年12月、十条に映画館をオープン。明けて1946年1月1日、渋谷の東横百貨店内に、 大英作品と松竹作品を公開する映画館ンスクリーンの他に3つの劇場をオープンする。同年2月、東急本社の黒川昭三専務が兼務で社長に就任。同年内に五反田東横映画劇場を再建。新宿に映画館を開き、玉川園を九州合併し、資本金を300万円に増し、同年11月、同社の定款に、 映画の制作、配給を加え、大英との提携を進めた。1947年、大イとの協定を結び、大英第二撮影所を借りて制作する準備が始まる。同年9月、資本金を2、0円に増し、同撮影所を、東横映画京都撮影所とし、9万円のメンバーを中心に制作を開始。設立第一作は、稲垣博監督、上原健。 とどろきゆきこ主演による心好きのごとくで、同年9月16日に大英の配給により公開する。1949年5月、資本金を5、霊園に増し、同年9月、黒川に代わり光カ氏が社長に就任。同年10月1日、映画配給会社、東京映画配給を設立。従来の大英から配給を遺憾。移管後の第一作は、 松田貞治監督、片岡智恵蔵主演による、極門島で、同年11月20日から公開された。同年12月、ヒカに代わり鈴木孝七が、社長に就任した。1951年4月1日、東横映画、大野泉映画、東京映画配給の3社が合併して、東映となる。東横映画撮影所は、東映京都撮影所に、大野泉映画スタジオは、 東映東京撮影所になり、東京映画配給の配給、工業の機構は本社及び支社、直営館として東映を構成した。同社は制作会社としては、1947年3本、1948年10本、1949年12本、1950年26本、1951年6本、合計57本を制作した。 2012年7月現在、東京国立近代美術館、フィルムセンターは、喉自慢教時代、極門島、日本戦没学生の手記機家、和田つみの声、縦四段ビラの4作のほか、三本指の男、日本 G メンには南戦木の地等、乱れ成功人山、戦国まとい、女ょと方眼の5作の上映用プリントを新たに、収蔵した。東映チャンネルは、上記のほか、 日本人メン、旗本退屈男、鳥物控え七人の花嫁、旗本退屈男、鳥物控え独殺魔伝、お及び、レミゼラブルアーム上第一部神と悪魔と、レミゼラブルアーム上、第二部愛と自由の旗を133分にまとめた、総集編を放映している。福岡市総合図書館が所蔵するものは、上記、縦四段ビラのみである、全57作中、13作のみ。 原存が確認されているということである。後藤慶太浦川厚志新黒川肖像日から厚志鈴木美ゆ七撮影所、のど自慢狂時代、1949年。こんな女に、誰がした、1949年。日本戦没学生の主記家、和田摘みの声、1950年。俺は、用心棒、1950年。 1947年、1948年、1949年、1949年、1950年、1951年。ありがとうございます。